こんにちは。こんにちは。今日はですね、実践ですね。エバーフレッシュっていう植物があるんですけど、知ってますか？知らん？あんまり知らない。知らない。よくね、YouTube とかではモンステラとかガジュマルとかの育て方とか増やし方とかっていう説明あるんですけど、はい、エバーフレッシュっていうのはね、あんまり人気がないというか、避けられてる植物なんですよ。なんでかというと、やっぱり葉っぱが散ったりして枯らす確率が結構高いんですよね。皮張る人もそうなんやけど、お花屋さん、園芸店さんも結構枯らすからやめとくわっていう人が多くて、でそれがあるから生産者さんも作る人がだんだん減ってきてるんですよ、作ってる人が。で品薄な状態なんやけど、私が一番勧めてるのはエバーフレッシュ。なんでかというと、成長が早いっていう特徴があるのと、環境のバロメーターになるのね。どういうことかというと、やっぱり環境が悪いとすぐ弱っちゃったりする。水をやり忘れるとふにゃーってなっちゃう。環境が悪いと肌にがついたりとか、分かりやすいので、私はもうエバーフレッシュが育てられる環境であれば全然大丈夫やっていうので、本当にバロメーターとして使ってっていうので、今お客さんにはお勧めしてます。難しいと思った話が結構多いので、今日はそこのところをちょっと噛み砕いて、原因を解決せんと避けてるから、すごい可愛いよね。夜になったら閉じて、朝になったら広がる。本当に動きがある植物なので、実際に散髪したりとか、現場で説明していきたいと思いますので、ご覧ください。今日はエバーフレッシュの、今ちょっと今日から暖かくなってますよね。で、暖かくなってきた時の、新芽が出てきた時の散髪の仕方っていうのも、やっぱエバーフレッシュって結構成長早いんですよ。なので、ちょっとそこを、言うたらこんな、これボッサボサになってるわけ。ちょっと出してみると、これ、うちの養生場にいた子なんだけど、ちょっと店持ってきた時に、ちょっと先だけはカットしたいんだけどね。はい。家に置いとくと、多分こんな状態になる。もりもりしてますね。ボッサボサになる。はい。で、この状態で何がわかんかというと、葉っぱが多すぎるんですよ。で、風通しが悪くなって、肌にが湧いたりとか、っていうのが起こります。で、そこら辺を一つ一つ説明していかせてもらうので、はい、まずは剪定の仕方、はい、散髪の仕方、カットの仕方を説明したいと思います、はい、で皆さんね、生育期と休眠期っていうのをいろいろ聞いたことある、あんまりない。成長する時期と休んだ春時期があるんですよ。で冬になると植物って成長しなくなるんだけど、結構エバーフレッシュってお部屋の中に入れてると結構頻繁にね動くの。冬でも、なので休眠期と生育期の見分け方っていうのが、エバーフレッシュってね、これ先、これ見える？これ新芽。この黒いの何やろうって思ってある人結構いるんだけど、これ新芽。黒いのが新芽。へえ。これね、はい。で、ここにも出てるじゃん。はい。これも新芽なんですよ。これ分かるかな？こんな子らがちょぼちょぼついてるの。ここにもいるじゃん。はい。こんなとこにもこんなやっている。ちょぼんとついてんやけど、今動いてないんですよ。だから今休眠してんやけど、これが生育期って動き出す時期、もうちょっと暖かくなったら動くんやけど、そうなった時にこの芽がピューって動き出してきます。膨らんできます。だから散髪するタイミングっていうのは、このつぼみが動き出した時期に散髪した方がいいと思います。なんでか。はい。わかる？栄養がそこに。ブブ。動いてへん時に散髪したら、はい、寂しい時期がずっと続くの。葉っぱが ない時期が。そう。で、生育動き出した時にやると、本当に 2,3 週間でこれ葉っぱ入れ替わるんですよ。すぐ。だからエバーフレッシュってすごいみんな避けてる人が多いんだけど、私がね一番勧めてるのはエバーフレッシュ。やっぱり成長が早い。だから逆に成長早いから古い葉っぱがバラ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 落ちる、で新しい葉っぱが出てきたら古い葉っぱが落ちる。私の考え方としては、観葉植物って年1回葉っぱ入れ替えた方がいいと思う。お肌の角質と一緒やね。なるほど。だから古いのはどんどん落としていって、どんどん新陳代謝っていうの、活発に指定してあげることによって、どんどん綺麗な葉っぱが出てくる方が見た目が綺麗だ。常緑って言ってるけど、やっぱ1年経つと葉っぱ汚くなるし、で葉っぱを入れ替えてあげる方が、
見た目にもすごい綺麗だし、植物にしても健全な状態になると思います。で動き出した時にカットしちゃう、だからすぐに入れ替われるので、そのタイミングです。で散髪するところっていうのはこうやって先、成長点で一番先が一番栄養がいくんですね、はい、これがどん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 伸びていくんですよ、はい、ここに一番栄養がいくから、ここの手前のね、ここら辺にも芽出てるの分かる？これも次の葉っぱなんですよ。こんなんもそうやし、これがまあ成長点の一番トップやけど、ここからも出ようとしてるんですよ。けどもこの先に栄養が一番いくので、ここにこの子がいると、この子がいると、ここの芽が 出る力がないんですよ。ここの芽が出にくくなる。なのでカットする場合はこうやってピローンって伸びていくじゃん、先、はい、一番先の成長点の新芽が動き出したタイミングでカットします。こういうところ、この節の上でね、こんな状態でカットします。こんな感じだから、この一番栄養取られてるところを切っちゃうから、ここに栄養いかないから、ここに行ってた栄養が分散されるわけですよ。でこの子らが出やすくなる。でこの子らが出てくると、はい、この古い葉っぱはいらなくなるので、だんだん黄色くなってきます。どん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 入れ替えてあげたい。これ今昨日突然切ったんやけど、今みたいに成長点があったから切っちゃった、うん、間違いなくここが、ここから芽が出てきます。で出てきたらこれを落とす。今はつけてますよ、やっぱ今の時点で落とせばええやんって思う人もいるんやけど、ここにこの葉っぱがないことによって木も賢いから、うん、ここに水を持っていこうと吸い上げようという努力をしなくなるんですよ。これ葉っぱがあるから頑張って吸い上げるんだけど、うんうん、これカットするとしたら、はい、ここまで水は必要ないと思って、うんうん、吸い上げなければここに水分いかなくなるので、うん、成長しなくなる、うんうん、この子が動き出して展開し始めた時点で落とす、うん、それまで残しておく方がちゃんと、水分を引き上げると。で今これやったら今ここボサボサじゃん。でボサボサ何があかんかというと風通しが悪くなる。ではどうなりますか、基本。そうですね、基本は基本の3つは聞いた上でこのはいレッスンじゃなくて回を聞いてもらえると一番分かりやすいので、必ず風通しを良くしてあげなあかんので、これやったら本当にボサボサやから、肌に湧いてくるので、なるべく風通しをいいようにかぶってる葉っぱは落としてあげる。これもやっぱりちょっとやっぱついてたので、何がうちらでもついてしまいますので、お客さんとこもやっぱりそんな気にしてちょっと掃除してあげる方がいいです。こういうやつちょっと肌に見えるんです。こういう白いのがついてると要注意。フルバはないよな、フルバ。古い葉っぱこんなになるかというとやっぱツヤがなくなってくる。この違い分かる？これ古い葉っぱ。あ、色も違います、うん、ちょっと黄色。やっぱりね、ツヤがなくなってくる。で結構肌にとかついてくると本当にこれもつき、これついてんやな。だからついてるとこういう色になってくる。肌にがついてるかどうか見極めるのには霧吹きしたら一番分かるわ。あ、そうなんです。ちょっと霧吹きもとこう。上の方にこうやって霧吹きすると蜘蛛の巣が張ってあるから、まあ、店で出してるのでいたら具合悪いからいいけど、肌にがついてるとね、クモの巣がこういう縁にクモの巣の、またこれ写真でアップしてあげてな、はい、ついてるように見えてくる。そうなってるともう危ないので、そのクモの巣はネイティッシュとかで取ってあげて、でその周りの葉っぱはある程度落とした方がいい。だん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 弱ってくるから。これ成長点残してるとどういう状態になるかというと、先だけの葉っぱになるんですよ。この辺はあるでしょ、こうやって見てもらったら、本来ここら辺にも葉っぱ欲しいの、あここら辺にもね、うん、けども成長点がここなの、この先、ここにも葉っぱ欲しいよね、もうちょっと、うん、寂しいやん、うん、けどもここに一番パワーがいってるので、うん、この先のところを止めてしまう。剪定するのはその手前でしたっけ？これの手前な。全然どこで切ってもいいんだよ、はい、成長点の手前で切ったらいいで、ね、
ただこの葉っぱの出る向きがあるのね、はい、これ流れから 逆向いてるの。本来こう流れていくの、ね、自然重力の法則で必ず先がこう垂れていくわけよ植物、うんうん、でもそれがこう垂れてるのがこっち向けに伸びてくる枝があるんだけど、うんうん、これ全部これ自然な流れ、うん、けどこっち向けに出てるやつっていうのは逆場それを残すと綺麗なラインができるので、うん、それを考えて散髪をしていってあげなければいけない。バランスを見て、そう、それが難しいんだけど、ここで言うとこうなってるやん、でここに芽が出てきてるやん、だから この葉っぱが出てきたらこの葉っぱはこう向けに出てくるの、うんうんうん、受けるの、はい、だからこの流れでいけるからということは、この先で切ればここでは自然なラインが出るわけ、うん、でこれが逆場の方で切るとこれやな、うん、これ逆場わかる？わかります。上にここで切るやん、だからこう出てきよる、うんうん、だからこんな葉っぱってブサイクじゃん、うん、だからその切り方はちょっと覚えといた、うん、自然に垂れていくような、剪定の仕方。いや、しかしこれで言うとここで切るよりここで切った方がいいよ、ここで切ったらこっちに流れるわ、うんうんうん、だからその流れで全部剪定してある生産者の、うん、あの樹形は切れる。パパパパーンって適当に切ってるとやっぱこういう逆場が出るわけよ、うん、こんなんいらんわけよ、こんなんはやっぱちゃんと剪定していけるとお家の中でも綺麗なラインができる。だからどこで切るかっていうのはどこでも切ってもいいんだよ、けどもどこに葉っぱを出したいかを考えて散髪してあげると綺麗な仕上がりが、これ逆場やな、わかる？わかりました。わかるやん、はい、だからこの葉っぱ残しちゃあかんわ。だからこれやったらここで切った方がいい、うん、ここでわかる？はい、切ってもいい？はい、だからこっち側で葉が出るので、うんうんうん、こういう流れるラインができる、うん、結構難しいと思うけど、そこの基本だけが分かったら全然自分の好きなような形が作れる。例えばこっちに伸ばしたかったらこれ先切らへんかったらこっち伸びるわけよ、うんうん、でもうこの背高くしたくなかったらこのトップを止めてしまえばこれ以上伸びへんわけよ、うん、でこれやったら例えばこっちの枝を伸ばしたいと、こっちをカットしてこっち伸ばしたいと思ったらこうバーンと切ってこういうラインを作って、うん、で今こうなってるからこのラインを見せたいんだったらこの枝も落として、うん、だこういう形ができるじゃん、はい、っていうのをイメージして散髪してあげると楽しいよ、面白い、うん、面白そう。だからゴールを考えて散髪しないと、とりあえずバン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 やったらそんな綺麗にはできるよな。だからもう基本的にまず落としていくのやったら逆場落としていく、だから綺麗なラインができるので、切ったらあかんとこないし、もうすっきりさしたいとこはもうすっきりさした方がいいし、かぶってるとこは絶対にもう落としといた方がいい。光も当たらないし、光が入ってきて、だん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 弱くいく。モンセラってそういうのを知ってる？モンセラって結構暗いところに木の下に植わってるような植物なのね、うん、そんなに光いらんだけど、はい、少ない光でこの頃が生き延びようとして、この葉っぱの下の葉っぱに光を当てるためにこれ自分では泣いてる、自ら開けてるんだ。やっぱ植物も生きるために考えてはんねん。オーガスタっていう植物はそうやけど、オーガスタってこんな葉っぱ大きいわけよ、けどそんなのが台風でバーンって風が来たらひとたまれもないや、うん、だって面積大きいからバーンって倒れてしまうんだけど、うん、オーガスタっていう葉っぱはパーンって当たったらピッて裂けんねん、葉っぱがなんでかって言ったら風を逃がすために、だから人でもペンって当たったらパキッて割れるねん、だから自分が倒れんように風を逃がすためにこの繊維というかが避けるような、形状になってる。植物ってやっぱり生きるためにいろんな知恵というか考えてはんねん。賢い。この成長点がここが一番成長点なので、はい、この子がいるとここら辺の芽は出てこなくなる、うんうん、なのでこの子も落としちゃいます、はい、で必ずこういうラインを出したいので
ここで落としちゃうとこれ逆場になっちゃうので、うんうん、落とすんやったらこのここで落とすかこっちで落とします。うんうんうん、で私はちょっとこのぐらいで落として、で芽が出てきたらこの全部落としてしまいます。ね、こうやって見てたら分かる、この丸いのもあるわけよ、たまに新芽みたいなのけどこれ丸いじゃん、うん、これ何か言ったら花芽、花の芽、お花、これできた花さ、これあへえ丸いやつ。だからやエバフレッシュって面白いのはやっぱりお花も咲くしマメ科の植物だから実もなるし、あへえっていうので私はこれを勧める。うん、非常に面白い、面白い、そう非常に動きがあるので、そういうのをちゃんとお客さんに伝えていっていくと、お仕事に失敗しやすい、失敗しやすいから生産者も作る人も減ってきて、うん、で売る側の売店さんもこれ扱わないになってきて減ってきてる商品で、そこをうちはこれは一押しとして今進めて。かわいい葉っぱですね。かわいいよね、うん、夜になったら眠たくなったら閉じるし、夜暗くなるとね、葉っぱが閉じる、閉じるで体調悪いと閉じるし、お水欲しい時はまた不足になったら閉じるし結構動きがあるね。動きがあるから非常に面白い。こんな感じでちょっと今、まあ、まだ動いてないから、ねうん、動き出したらもうもっと葉散発して一通りカットして、こうやって伸びてしまうんですよ、うん、これをもう今のうちに切ってここら辺から葉っぱが出るようにする、成長点を止めて分散させて、でこういう逆場がないようにしてあげると綺麗なラインにあるエバフレッシュができるということでございます。こんな感じ、これもそうだよね、これもこうやって見たラインで見たら影映る、こういう形に作ってあるわけよ生産者さん、けどこれが伸びてきてるわけ、甘い上に伸び、上になで、みんな植物ってやっぱり上に伸びるわけ、うん、けどこの生産者の仕立てさんは綺麗だからこういうラインを作ったんだ、はい、こちらに行ったんだけど、こう向こうに伸びるラインの枝を作ったわけ、うんうん、こういうラインのにもこの伸びてきたらこれがまっすぐだからここだけが、ここだけに葉っぱがまとまってるように見えるやん、うん、はい、でもこれやったらやっぱこれが伸ばしすぎ、うん、なのでこれ一度カットする、でここも成長点が止める、これもやっぱり止める、うん、止める、でこっちを伸ばしないんだったらこうやってこれ残しておけばいいよ、うん、でこうやって見るとこのラインっていうのは綺麗になってくるよ ね、でこのラインを作っていければで、これが被ってるから、これよりこっちを伸ばしたいわけ。上より。これよりな。はい、これを求めてしまう。だから、このラインが全部できてる。お、綺麗になるやん。だから、どこを伸ばしたいかを決めてやると、うん、いう形でやっていくと、このラインを維持できるよね。はい。なぜそんなに避けられてるかというところで、やっぱり今一つ目が、葉っぱがパラパラ散っちゃうと。はい、で手間がかかると、はい、いう問題と、で水不足で一回水をちょっと切ってしまうとね、うん、葉っぱがすぐパリパリになって、うん、枯れたように、まあ一遍その葉っぱは枯れてしまうんやけど、はい、枯れてるわけじゃなくてもう一回すぐ復活するんやけど枯れたように見えてしまう、うん、というのが2つ目と、3つ目はあの肌に虫がつくんやけど害虫が、うん、がつきやすいっていうのが、みんな避けられてる理由なのでみんなちょっと扱いにくい、まあ、うん、売店さんもやっぱりそういうなんてちょっと難しい、自分らでも枯らすしって言って避けられてるのが今の現状。そしたら原因のね、対策っていうのをちょっと説明すると、今一つ目の葉っぱがバラバラ散るっていうのは悪いことじゃないんですよ、はい、私が思うには観葉植物も年1回は葉っぱを入れ替えた方がいいんですけど、うん、エバーフレッシュというのはすごい成長が早いので、うん、年に何回か入れ替わるので、だからいつも綺麗な葉っぱでいられる、新緑のグリーンっていうのでいられるので、どん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 古い葉っぱを落としていってもらって入れ替えてあげる方がいいと、はい、で2つ目の問題は水やりだわね、はい、はもうサスティをさせていただくのが一番安全です、うん、
ただ一回やり忘れただけでも、うん、1日忘れただけで葉っぱがチリチリになっちゃうんですよ、うん、なんかもうシュワシュワってなってたんだけど枯れるわけじゃないからね、必ずそこでもう一回水をあげてあげて、今チリチリのやつをカットしてあげたら1週間2週間したらまた新芽が出てきますから、うん、その対処が遅いと枯れちゃう。でも今の葉っぱはダメよ、全部チリチリになったのはもうダメ、ダメ、もう絶対ダメ。でも新芽がすぐ出て、必ず出てくる。お水をちゃんとあげてたら、はい、うん、だからそれはちゃんとあったかいとこ置いといてあげたらね、生育期やったらすぐ出てきます、うん、っていうのが2つ目で、3つ目、ハダニの問題は完全に乾燥なので、はい、やっぱり、朝夕の霧吹きをしてあげるのと、うん、室内の湿度を上げてあげるというのは非常に重要かな、うん、それとあとは風を動かしてあげるということ、うんうん、お部屋の中の風をサーキュレーターかなんかで動かしてあげることによって予防ができます。だから環境が悪いから肌にとかが出てくるので必ず換気とかしてあげるとそれは防げますので、うん、っていうところを解決してもらえれば必ずエバーフレッシュというのはすくすくと育ちます。エバーフレッシュが上手に育てられたら、うん、何でもできる、何でもできる。そうそうそう、だからほんまにまず そこを避けんと、うん、それが育つかどうかをやっぱ検証したら、うん、他の植物ってもっと簡単やし、うん、なのでエバーフレッシュっていうのは私が一番勧める植物かな。面白いも動きがあるし、うんうんうん、好きな形にもできるし、ぜひぜひ皆さんエバーフレッシュ挑戦してください。生産者さんにも作ってほしいなと思いますということでエバーフレッシュぜひぜひ挑戦していただきたいと思います。で、他にいろいろなんか質問とかがありましたら最後コメントで入れていただきますと、お返事させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。